ザビタン、イビル、そしてガブレオ、よく聞け、私はゲベル。貴様たちを抹殺するため、大魔王ガルバー様の手により復活した。これより、悪魔族は地上への総攻撃を行う予定である。これを止めたければ、私の挑戦を受けるのだ。お、もしかしてビビオン来る？だが大魔王ガルバー様からいただいた不滅の盾にかなうとは思えんがな。待っているぞ。ザビタン、グズグズしてはおれんぞ。せやで、今はただでさえ行さんの敵と戦ってるのに、あんな奴らが出てきたら大変なことになるで。うん、わかった。司令、頼みがある。勝手言って悪いが、私たちをゲブレとの決闘に行かせてくれ。奴の盾に対抗するための命を懸けた秘策もある。頼む、奴と戦わせてくれ。わがまま聞いてくれてありがとう。イビル、ガブラ、行くぞ。あ、微妙に転生しちゃうの。よし、それでこそザビタンジェイ。司令、悪いな、行かせてもらうわ。短い間でしたがお世話になりました。では、さらばです。遅いぞ、アクマイザー。ゲベル、これ以上貴様の勝手にはさせん。行くぞ、アクマイザーアタックだ。よっしゃ、行くで。アクマイザーアタック。くそんなもの、この盾には効かんわ。跳ね返してくれる。なんだ、そんなこの私が負けるなんて。うわ、なんやこれは。これが噂に聞いていた盾の呪いか。司令、我々は不滅の盾の呪いでカプセルに魂を封じ込められてしまった。これでもうあなたのお手伝いをすることができなくなってしまった。だがいつの日か我々の後を引き継いで平和を守る戦士が現れるだろう。その時は彼らを私たちの生まれ変わりだと思い共に戦ってくれ。司令、地球の平和を頼んだぞ。アクマイザー3が死んでカプセルに魂を閉じ込められてしまいました。アクマイザー3の3人が仲間から外れました。マジか。ビュービューンたちまだ？
おのれ、この私の力が奴らに及ばないとは。新人類帝国ももはやこれまでか。新人類帝国万歳。道理で強いと思ったぜ。相棒をガルマーの呪いを受けて困っている学生がおりましてな、アクマイザーたちの魂を使って彼らの呪いを解いてやりたいんじゃが、よろしいですかな。と言ってもこちらとて学生の命がかかっとるんでな、勝手にやらせてもらいますぞ。お願いします。それでは今からここで儀式を行うとしよう。聖団を築いて南庭に輝く破軍星を彼らに降臨させるのだ。よし、指令成功しましたぞ。今ここに新しいヒーローが誕生したのじゃ。超人ビビオン、超人ズシン、超人バジャン。我らアクマイザー3に代わって平和のために戦います。超人ビビオン、バジャン、ズシンの3人が仲間になりました。ついでにわしも仲間に入れてもらおうかの。よろしく頼むぞ。ダイマ博士を雇えるようになりました。ここダメでしょう。司令、諜報員が敵の特別攻撃部隊。ゲン、阻止してください。やはり。私の剣が通じない。ドリルセイバー。
リルセイダー。 S 極スパー、どんどん行こう。ここでまたかなり削られるんでしょう。エス曲スパー。メガロット。そう、あとどれぐらい？いける。爆弾設置。早い。私に逆らう。私に逆らう愚か者ども。
今の最後だ。おいは遊ばったい。ダメ。げえ。地獄へ落ちろ。太陽エネルギーが来た。私は再び宇宙に帰る。仮面ライダーの諸君、秘密基地の司令官、さらばだ。しまった、大司令に逃げられたか。しかし宇宙に帰ると言っていたが、地球征服を諦めたのだろうか。いや、やつのことだ。再び我々の前で姿を現すかもしれない。お前がいなくなったんだろう。その時こそ、必ず大司令を倒すのだ。だが、この月を狙っているのは大司令だけではない。今までもそうだが、様々な悪の組織が侵略を行っている。そうだ、悪いやつ、みんなで倒す。大司令だろうが、新しい組織だろうが関係ない。世界の人々の幸せを守るため、我々は悪と戦い続けるのだ。司令、世界は悪の組織に怯え、暮らしている人たちがたくさんいます。早く新しい基地を作って、その人たちを助け出しましょう。